A 級駆逐艦はイギリス海軍の水雷艇駆逐艦の艦級。設計は核造船所に任されたことから極めて多彩なサブタイプが存在するが共通仕様として27ノットの速力が要求されたことから当初は27ノッター型と称されていた。また1892年1893年、単年,年度計画による初期建て造艦6隻は若干。 要求仕様が異なることから、特に26ッター型として区別されることもある。その後、1913年に駆逐艦の艦級がアルファベット順に整理された際に、この艦級名が付与された。1860年代より、フランスでは強力な武装を有する小型艦による攻撃力を重視した青年学派と呼ばれる海軍戦略が台頭していた。これを受けて、 1881年、フランス共和国議会会員は、装甲戦艦の建造を中断する代わりに70隻の水雷艇の建造予算を認可し、1886年には、さらに100隻の水雷艇と14隻の高速巡洋艦が加わった。イギリス海軍にとって、これはフランス海軍が外洋での作戦は高速巡洋艦による通称破壊戦に、 そして近海での作戦は、敏少な水雷艇を重視するように切り替えたことを意味するように思われた。この対策として、1880年代中盤より、イギリス海軍は、水雷艇を劇場しつつ自らも敵艦に雷撃を観光しうる、高速、軽快な艦として、水雷艇捕獲艦や水雷砲艦の建造を試みた。しかしこれらは、 従来の水上戦闘艦の延長戦場であったことから、戦隊構造が過重であり、また軽量大出力の適切な機関が得られなかったことから初期の速力を達成できず、その後の進化につながることはなかった。1892年、これに代わるものとして、第3海軍教授アーバスノット・フィッシャー提督が発注したのが水雷艇駆逐艦である。これは、 水管ボイラーの発明に伴う軽量高出力機関の実用化を背景として、船体構造、機関ともに水雷艇をベースとして拡大強化するアプローチにより、大型の管型と高速力を両立させるものであった。その最初の形式として、27ノットの速力と有力な速射砲の装備を主眼として建造されたのが、本級に属する各艦である。設計は、 核造船所に任されたことから、艦型は極めて多彩であり、煙突数一つとっても同型艦一覧表に、見る通り一本から四本までのバリエーションが存在するが、基本構造はいずれも水雷艇を強化、拡大したものとなっている。敵からの発見を遅らせるため、艦減の低い平らパン型とされたことから、艦首が波浪に突っ込んだ時に海水をすくい上げないように、 水はけの良い喫光型とされた。また、艦首より、やや後方の外反には、波の打ち上げを減少させるためフレアが付されているほか、環境付近から、艦尾付近までは、喫水線付近が、最も幅広く、艦源は、船体内向きに内傾している、タンブルホームの形状を採用した。なお、艦尾艦底部には、プロペラ先端の一部を収めるための凹みが付されている。 蒸気の経緯より、期間には、基本的に、石炭戦争式の水管ボイラーが採用された。これは、ヤーロー社のアルフレッド・ヤーローによって、1877年より、開発されていた画期的な蒸気発生装置であり、1887年には、ヤーロー式ボイラーとして実用化された。本級搭載の水管ボイラーは、ヤーロー式のほかソーニクロフト式、ノルマン式、 リード式、ブリ宣伝式があり、蒸気正常は圧力 185-250LBF、インに、飽和温度であった。ただしこのように、新開発の装置であったことから、最初の TBD である、ハボックは、ヤーロー社自身により建造されていたにもかかわらず、実績のある、キセルボイラーを搭載した。また造船所によっては、ホワイト式カンカンボイラーを搭載した感もある。 主機関は、基本的には、水雷艇で主流だった三段膨張三、気筒レシプロ蒸気機関が踏襲された。ただし、ソーニクロフト社で建造された艦では、各気筒の負荷配分やバランシングの改善による振動低減を図った三段膨張四気筒機関が搭載されたほか、蒸気のハボックでは、やはり早期完性が重視されたことから、二段膨張に気筒機関が搭載された。 このように期間が多彩であったことから、実際の速力には、股間差が大きく、平弁とゼファーでは26ノットすら達成できなかった一方、ハーディ、ホーティは27ノット以上、また、ボクサーは29.175ノットを記録している。しかし本級は外して期間の遂行が激しく、1909年末の時点で状態の良い間でも20から23ノットの、 速力発揮が限界となっていた。蒸気の経緯より、駆逐艦の第一の武器は、水雷艇劇場のための艦砲とされた。イギリス海軍では、この時期、従来採用してきた大口径の前装砲に変えて、より小口径ではあるが、発射速度と追随性に優れた後装式の速射砲を採用しつつあったが、これには高い発射速度と、 当時の魚雷の最大有効射程であった600ヤードよりも長い射程によって水雷艇をアウトレンジできる性能が求められていた。本級では手砲として40口径7 6トル砲また副砲として40口径5 7トル砲が採用された。搭載数は当初は手砲1門副砲3門で、 手砲は、監視看板直後のプラットフォームに搭載された。なお、水雷艇劇場のために出動する際には、魚雷発射艦を下ろして、副砲2門を増備する計画であったが、7番艦からは、副砲を常時5門搭載するように変更された。また同時に、水雷艇と同様の乱撃任務も求められたことから、18インチ、魚雷発射艦二機も搭載された。なお、 26ノッター型では、さらにキッコー型の監視甲板に固定式の発射管を備えたものの、監視派を助長して、しのげなみ性を損なうことから、後に撤去された。ありがとうございます。